屋や舞台スタッフの仕事場などが並んでいます。そしてあの舞台に近いところからあのプリンシパルだとかゲストの方の楽屋になりますね。こちらは今回ゲストとして来日したロシアボリショイ劇場のプリンシパルスベトラーナ・ザハロワさんの楽屋です。じゃあ私たちの楽屋にご案内します。まずこれカーテンなんですけれども、開けてもすぐに見られないようにちゃんと閉まるようになってます。はい。でロッカーがありますね。そうですね、あの1人2席ぐらい余裕があるような作りになってるんですけれども、こうやってあのメイク道具をすごく広げても平気なようになってたりとかします。あのトーシューズを置いてたりだとか、それぞれの使い方があるみたいですね。続いては舞台スタッフの仕事場へ。おはようございます。そしてここがあの床山さんのお部屋ですね。あのカツラだとかそういう頭に関することをやってくださいます。床山さんの仕事は髪やカツラ以外にも頭につけるさまざまな飾り物、そしてヒゲなどをダンサー一人一人に合わせフィッティングすること。ダンサーが動きやすく、しかも舞台で外れないようにしっかり止めること、その加減が難しいといいます。ダンサーさんが一流なので、気持ちよく出してあげることが一番だと思うんですけど、こういうふうに衣装はその楽屋のいる人のところにちゃんと分けておいてくださっています。衣装さんが、なので自分で遠くまで取りに行く必要はありません。あ、こちらが主役の衣装になりますね。本当に一つ一つが豪華で刺繍も細かいですし、どうですか、結構重いんです。あ、これはドリ伯爵夫人の豪華な衣装です。本当に重いし歩くのも大変みたいですけれど、さすがは豪華な衣装で知られるライモンダです。あ、こちらが衣装さんのお部屋になります。失礼します。おはようございます。いつもあの衣装を直してくださります。衣装スタッフの仕事は完成して届けられた衣装をダンサーの体に合わせ微調整すること、そして使用後のメンテナンス。どんな苦労があるのか伺うと、素材がシルクだったりとかこうですね、すぐ破けちゃったりとかするんで、もう毎日直してますね。一番直しが多いのはやはりあの芸人の女の子のシルクのスカートのあれですよね。この辺とかも結構直しがあると思うんですけど、こういうふうにボロボロになって、これもこう引っかかってきたりとかしたのをちょっと直したりはしてますね。繊細なものですからね。それではここでこうした華麗なライモンダの衣装がどのように作られていくのか、衣装が劇場に来るまでを遡ってみることにしましょう。まず衣装デザイナーが役柄場面に合わせ何十種類ものデザイン画を描きます。担当したのはイタリア人のルイザ・スピナテッリさん。出来上がったデザイン画をもとにミラノのブランカート社が実際に衣装に縫い上げていきました。その中でも主役ライモンダのチュチュの制作を担当したのは、長年新国立劇場の仕事をしてきたという工房大井の大井雅子さんでした。元バレエダンサーでもあったという大井さんにバレエの衣装を作る上で難しい点を伺ってみると、あのその人によって全然違うんですよね。背中がちょっとでも
ぶつかるとダメな人もいますし、それから足上げんのに体が硬い人はチュッチュがかぶって パンツの長さがかぶってくると足が上がらないっていう人がいるんですよ。だからあのダンサー の癖っていうのはやっぱり覚えとかなくちゃならないですね。その人によって全然違いますから。今回大井さんが特に苦労したのは第3幕グランパクラシックの場面でのチュチュのデザイン。モチーフの王冠が真上から見て放射状に広がった、とりわけ精緻なものでした。これです、これです、この柄ですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 あんですもの。大変でした。これはさすがにね、そのあの時だけは夜鍋しました。ザハロワさんが身につけているこのチュチュこそ、大井さんが心を込めて縫い上げた衣装。舞台の背景、ザハロワさんの美しさと相まって、チュチュの王冠のデザインがひときわ輝きを放っていました。ただね、できた時はね、あのバッグの色とあまり美しかったんで、それで通訳の方がね、ブランカートさんとかスピナツェルさんがその終わった時にうるうるしてたって言われたんで、すごい嬉しかったです。